肉も真ん中にありますね。これを踏むことで糸が上下に分かれますので、この間にお糸を通していきます。はい、通し始めはこの糸の出てる方から通します。で、足は反対です。遠く方の反対を踏みます。で、今左に持ってるので右手はちょっとこう押さえて、右だから、左足踏んで、はい、そうだ、はい、右の方から通す、右の方から通す、うん、左手はここちょっと押して、押して、うん、はい、ここか、うん、通して、はい、通さない通さない通さない、笑っちゃってる、持ってください、持って持った、はい、これ持って、持った、あ、糸が出てる、最初だけね、うん、はい、こうやって、はい、はい、ここ右持って、右持った、はい、通して、トン、はい、足離して、あ、手離して、踏み替えて、踏み替えた、トントン、トン、トン、そうです、で、このまま、トン、はい、踏み替え、トン、そうです、そうです、おー、うん、自分のことがしてからの方ですね、はい、こういうことか、はい、はい、はい、でも転がらないですよ、もう転がる、転がらない、転がらない。それはもう訓練。訓練。はい、そう。はい、踏み替えて。トン。そうです、そうです。やば。難しいです。えい。あ、でもちょっといった。そうそうそう。だんだん慣れてくるね。慣れてくるね。はい。踏み替えて。トン。そうです、そうです。あ、戻さないでよ、足は。え、戻しちゃった。うん、大丈夫。反対、反対、反対。どっち？左踏み。左踏み。はい。ちょっと一回、今これ、あの、ザラザラしますか、うん、だから一回ちょっと止めたら、こう見せてもらって、うん、面だったらこう、くっついたりするので、もし足、踏み間違えても、こう、ザラザラって足みたいになってたら、これをちょっと通してみてください。ふんふんふん、ふっくり踏んで、ふいっ、ふいっ、どういうこと、うん、はい、このまま一回、はい、で、踏み替えて、そうです、はいはい、で1回やる、で踏み替えてからトン、トン、でこのままの足でスライドいって、いってトン、回って踏み替えてトン、トン、これは時間が大変ですね、かかるやつ、なんか汗かいてきた。そういうこと？あ、いいようになった。頑張ろう。あ、絶対ダメ、今の。見て、出すぎ。出すぎ。出すぎ。下なんかモンフルって言ってた。で、次のが、あ、そういうことか、途中だったらいけるんだよ、ドン、お、いった、戻った、あ、戻った、ドン、お、いい感じ、戻った、戻った、やばい、全然変な動きになってる、で、トーンで踏み替えて、トーン、トーンで、トーンで踏み替えて、トーン、こりゃ大変だ、大変だ、トーンで慣れてきました。よいしょ。ただここの端っこはうまくはいかないですね。やっぱり。
はい、待ってます。どうした直してください。だってここ出てますし、なんかね、そうそう、直してください。がっつり直されていいですよ、ありがとうございます。直してください、先生。先生は今私でやってくれてるので、お邪魔ください。歴長いんですか？長くないです。私定年してからやってるんです。おばあちゃんです。上手になってきたのか？先生。なるほど。はい。じゃあちょっと手前に置きましょう。はい。はい、いいですか？うん、足を下ろして。はい、足を下ろして。八重山ミンサー織り無事に終わりました。私が作ったのはテーブルセンターというなんかテーブルクロスみたいなやつなんですね。テーブルに置くやつなんですけど、なかなかねこれね難しくて、やっぱ先生がねやっぱプロなんですよ。上手すぎてもうずっと先生無理助けてっていう状態でワーキャワーキャしながら楽しく織らせていただきました。ありがとうございます。本当に先生のおかげです。八重山ミンサー織初めての体験で、これは大変だったんですけど、大変だけどもまあなんとかなるであろうという感じで、まあ、どうにかなったのでとりあえず良かったかなと思います。皆様もなんかもしよかったら石垣に来た際は八重山ミンサー織やってみるといいかなと思います。私よりうまくできたらすごいなと思います。私が下手なのかもしれませんが、皆様もぜひ楽しんでみてください。ありがとうございました。ユン、こちらが完成形になります。イエーイ、できた。八重山噛む、しょっぱなから噛む。もう一回やり直します。